皆さんこんにちは、堀京介役の小野大輔です。皆さんこんにちは、堀百合子役の茅野愛です。皆さんこんにちは、堀聡太役の寺崎由香です。はい、というわけで堀ミヤピースページ12、堀家のオーディオコメンタリーとなります。本日は堀家メンバー、はい、家族でお送りしますお姉ちゃん抜きでよろしくお願いします。パパが緊張してる。ママほぐしてあげて。すごい緊張してる小野さん。すごいそわそわするよね。なんせオーディオコメンタリーですからね。ちなみにその、はい、最近で一番イラッとしたことって何ですか。一番イラッとしたこと。イラッとしたこと。それはあのアフレコ中ってことですか。そういうわけじゃないですけど、なんかその怒りの。いやだからあんま心当たりないんだよね。私仕事で怒ったことはないけど、子供たちには毎日怒ってますね。うんうん、そうかそうか。ああそうなんだ。確かに。毎日怒ってますね。でもそれは不思議だよね。テラちゃんママなのに、なんかこう家ではママしてるのに子供をやってるって。でもいい観察対象が家にいるから。やっぱりちょうどソータと同い年ぐらいなんですよ、上の子が。すごい。そうなんですよ。だから大きくなったよ。まだ私あったのに。時に愛ちゃん一回ね、一回お家にお邪魔して会いに行ったんですけど、ね、遊んでくれて、今ソータと同じぐらいなの。そうなの。いやそうなの。見ないうちに。そうなんですよ。ママがママになってる。あれなんだ、ソータにやっぱ生かしてるところがある。生かしてる。めちゃくちゃ共感するシーンがこの後、うんうん、あ、ありましたね。キッチンのとこかな。キッチンのとこ。あーこれあるわって思って、なんかこう、うんうん、お姉ちゃんがぐさってきてたけど、同時に私も宮村くんの言葉にぐさっとくるみたいな、あのお手伝いしたい気持ちもね。あ、そうそうそう、あれ切ないね、あれね。そうなんですよ。京子の気持ちもわかるし、ソータの気持ちもわかるし、子供の頃ってそういうのあったな。なんかちょっと大人びたことしたいというか、役に立ちたいって思ってやるんだけど、やっぱそれってちょっと危ないことだったりして、怒られて理不尽ってなるぞ。すごいわかると思って。あれ理不尽だよね。でもね、俺は京子のあの怒りはちょっと表現がやっぱきついな。きつい。あ、本当ですか。そんなに表現しなくていいじゃん。でも愛ゆえですからね。うん、そう、愛ゆえなの分かんだけど、こっちから見たらそうじゃん。大人から見たら京子京子可愛いみたいな、二人とも可愛いみたいになるけど。いいパパだ。なんか似てるからイラッときちゃうっていうか。そうだよね。近いからイラッときちゃう。出た同族権、俺がトマズハルカに感じるやつだ。娘に感じる。娘に感じるもの。あいつの、まあトマちゃんの佇まいが、なんかあの静かになると、なんかこう頑張って喋ろうとして、わけわかんないこと言う時とかあって。ありますね、うん、あとふざけすぎて行きすぎて、はい、逆に空気読めてないところまで行くっていうのとかがそっくり俺と。でもそれは客観的に見てるんですね。その客観的に見ますよ。でさらに向こうから言ってくるんだよ、とまっちゃんから。あ、似てますね。私たち小野さんと似てると思うんですよ。うらってしてくるから。お互いに思ってることなんですね。そこキャスティングな可能性もじゃ出てきますね。確かにそれキャスティング。音響監督さんが似てるしなみたいな、アニプレさんとかも、うん、似てますねってなった可能性はもしかしたら。なんか言われた気がするな、そういうの。なんか佇まい同じだねみたいな。すごい。まあだから茅野くんがさっき言ってくれたじゃない、あのイラッとすることあるんですかって、戸松春香。うわうわだだって声出る。